ハツエリム空軍基地は、イスラエル航空宇宙軍の空軍基地である。イスラエル空軍第6航空団の飛行隊が、所属する。イスラエル南部地区、ネゲブ砂漠の北部、ベールシェバ近郊、キブツハツエリムの近くに位置し、イスラエル空軍博物館、空軍航空学校が併設されている。ICAO は、LLHB である。ハツエリム空軍基地は、 1960年代前半に建設され、1966年10月から稼働を開始した。建設された場所は、以前にはパレスチナ中流イギリス軍の軍用飛行場が設置されていた場所であった。ハツエリム空軍基地には4つの滑走路があり、長さは1830メートルから2750メートルとなっている。イスラエル空軍の作戦部隊は、 北側の2本の滑走路を使用し、イスラエル空軍航空学校で南側の2本を使用する。イスラエル空軍航空学校は1950年にペタクチクバの近くで開校し、その後、テルノフ空軍基地に移ったが、1966年のハツエリム空軍基地の稼働に伴い、ハツエリムに移動し、現在もこの場所で活動している。1977年からは、 ハツエリム基地に隣接する敷地にイスラエル空軍博物館が設置され、多数の航空機が航空学校の生徒向けに展示された。1991年からイスラエル空軍博物館は一般公開されるようになった。また、ハツエリム空軍基地には T-6A 的3-24機からなるイスラエル空軍の極技飛行隊 I エアロバティックチームも所属している。 1998年にはイスラエル空軍に導入された新型機である F-15 アイラームがハテリム空軍基地所属の第69飛行隊に配備された。ありがとうございます。